ドーラドラ ドーはラドーラい。ですけども、今日ははい。ここに来てしまいましたよ、岡田さん。多分ここは僕ん家なんじゃないかな。僕ん家？君ん家です。君のスタジオに来てそまうですすよ。岡田ね。スタジオ、久しぶりですけど、この間ね、やっぱサウンドレコーディングマガジンでも、私のスタジオが、載ってますけど、本当そうにでもうすここね。で、このアングル、全く同じアングルで映ってますもんそうね。なんですよね。で、サンレコの時は、機材がここのちょっと向こうをグーだ仕切った反対側に置いてあって、そサンレコの時に、う。普通の家で、普通のスタジオより、いわゆるスタジオじゃないから、機材の撮るものとかもそんなにいわゆるスタジオよりは多くもないからって言って、こっち側のレコードコーナーもサンレコの人たちは撮ってってたので、ここからカメラを置いて。だけど、それは使われなかった、サンレコには乗らなかった側が今日ここに映っ映てっるてといいうるっていう。感じになっておりますね。今日はね、だからそこから岡田ハウス冬のぬくぬく会をはい、おそうで届けすしようね。と思いますけども、はい。はい、岡田さん、この間ちょっと生放送会で声が聞こえないからっていう、ご迷惑をおかけしたんで、ノイドエイジをいじり倒した回があったでしょ。今回はあれですよ、都合の悪いこと聞こえてなかったらいいなって感じだね。都あれで。合の悪いことは話してないはず話しでてないす。かな、大丈夫かな。あれっす、岡田拓郎ニューシングルがついこの間どうも。リリースされまして、タイトルはモーニングさんと「モー言いニンまグすさん」ですね。ね。ありがとうございます。そして光栄なことに私がですね、ジャケッアートティスト写真とジャケットのアートワークを担当させていただきましいて、や、いい感じにミュージ写真ックがビデオね、ミュージックビデオを俺より映っている。そうなんですよ。そうですね。やらせていただいてね、いろいろ岡田君と写真をこう見比べながらね、ああじゃないこうじゃないと言いながら、そうね、いい写真が結果選べて、そう、インスタで三船君の写真をずっと探してるうちに、いくつかピックアップしてたうちの一つだったんだけあ、ど、そっかそっかそっか。名盤感ある名盤雰感を選ん囲気でみに。ましたよ。名盤感あ るそ風にうしてですみましね。まずシングルのジャケットとか思ってたけど、アルバムまで撮っとけばよかったなぐらい、すごた。いちょっと気に入ってる写真、ジャケットになってよよかっかったた。であす。りがとう、そいのやい説や、は。あれはどこの写真？あれはね、どこだろうな。多分瀬戸内海のどこかだ瀬と戸思う。内、あ、日本は日本なん日だ。本だと思う。日本のどこかですね、あれ。写真撮るとどこの国か分かんなくなるような写真多いよね。そうだね。どこの国か分かん分かんなくないなかる場所が好きなの そかうなんだろう。いつの時代かもちょっとよく分かんない感じだけど、な。確かにそうかも。ね、いいあれ全写然普通に2010年代だよ。真。最近最の近、割と最近です。コレ割クとション。最近の写真ですね。へはい。音もそうだけど、え。どこか分かんないの好きですね。どこ分かんないものが。岡そう田君のね。も、でも音も今回どこか分かんない感じになってるよ今回は割とそうですね。本当に録音自体が谷口と増村と、演奏者と2人と、葛西さんのドエランムジン録ね。音だけで、それ以外の人にあんまり関わらないまんまアルバムがどんどん制作が進んでいくから、今までこういろんな人がスタジオに来て、ちょっとセッションでバイオリン弾いてってよとかギター弾いてってよっていうのやっていくと、来る人が来るたんびに「あ、この曲いい感じだね」とか、「あ、いい感じにできてきたじゃん」とかって言ってくれるんだけど、もうその3人だけでずっと、ストイックだったスよね、トずいイッぶクにストイックにやってるん。から、誰からも褒めてくれないのが はめられないというか、そりゃそうだよいね。や、まあ、そりゃそうだよ。密に3人で、中わ原かるわか君る。と三船君2人でロットのアルバム作ってて、いやー、じゃあこのドラムいいねみたいな話、別に、たとえ思ったとしても別に特に言わないもんじゃん、そういう制作してるときって。あ、でも僕はどう？言うようにしてる。あ、本僕当？は、だって、へこむじゃん、言われないと。あ、言われないとね、で、そうまっだちゃね、んのそうちょっそとしたことを、いいときは褒めてる。へ言うようにしてるけど、まっちゃんから褒められない。褒めないんだ。あんまり。ファクトチェッ褒ク、めどうろですよっか？ていう。あ、でもそう、こっちが曲作ったりするし、やっぱ大まかなプロダクション作ってる側は、やっぱ、マスくん、いいじゃん、そのドラムとか、タニピョン、そのボイシングだよ、みたいな話いいすテイるク取っけてど。ほしいし、ねえ、そうやっぱそう。気持ちよくレックしてほしいからね。ねえねえ。ただ、作った側っていうのは、やっぱね、なかなかそういう機会には恵まれづらいからね。分かる。こうなってるかそうら、なんだよね。世間とこう、ずれまくってくるっていうか、そうね。いいのかなみたいな感じ。めっちゃ誰も、誰もっていう、そういうのの、本当唯一ちょっと聞いてくれる人みたいなので、
三船くんそういえばここまでできたんだけどっていうのをね、そうそう三船くんに送ったりしながら段階を得ていくのを多分聞いてきてくれたと思うんだけどね。そうだね、やっぱ岡田くんもいろんな曲作っててさ、うん、音が派手なものからさすごい、うん、何ある種メインストリームな感じ、まあ、誤解があるかな、キャッチーなっていうか、いやいやそうそうそう音が多くてプロダクションされた音楽みたいなのも作ったりしてたし、うんうん、そうでもだんだんこう作っていくうちになんかこうすげえそぎ落とされていってこう、ね、すげえシンプルになっていくみたいなのを、うん、でしばらくこうどうとか投げてもらって、うんうん、であの本気でこもる時間があってしばらく音信がなくてそう、ね、突然ポンって全部できたよってボンって送られてきたじゃん、あアルバムもう撮り終わった、そうそうそうミックスもできたって、ね、おーみたいな、その時の衝撃がやっぱ個人的には、そっかそっか嬉しいね。初めガチャガチャだって多分自分も何したいのか分かんなかったんだけど、まあね、割と多分ヴァンパイアウィークエンドの去年のアルバムで、うんうんうん、ギターをもう一回普通に使っても割とポップというかなんだろう新鮮なギターのサウンドがあのアルバムにあって、うん、なんかああいうカラフルなことをあのもう一回やってみようっていうところから始めてたんだけど、なるほどなるほどなるほど、なかなか派手な曲ってと自分が、うん、まあ、自分が歌うみたいなのを結構今回ちゃんとアルバムで貸したかったんだけど、うん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 、そういうところの自分が歌える曲日本語にした時にどうなるかみたいなところのラグをいかにこう、うんうん、あのすごい鉛筆をねこう買ったりコン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 ってやってる作業をしていったらどうしても、ね、あの削り落とされ、うんうんうん、あの形になってったみたいなところはあって、まあまあ結果良かったけど初めだってだから結構ワーミーを使った曲とか多分初めデモの段階多かったし、あそうかもそうかも、ワーミーもあったし、ワーミーもあったし八百屋みたいなのを使ったエレクトロなのもいっぱいあったけど全部ボツになったね結果。そうだね、うん、誰か買わないかなあのボツ曲確かにボツ曲販売、ボツ曲販売会、ね、ドラムの音がすごい普通だけど、うんうん、普通な音を普通に聞かせないためにどう組み合わせていくかみたいなのはやったから、キックとスネアだけってやっぱいいよね。キックとスネアだけすごくいい。そうそう、キックとスネアだけ、あの松山くんじゃないけど、うん、ハットすげえ抜きたくなるっていう、ハットすげえ抜きたくなるハットは異物みたいな、ドラムをこう抜きたくなるっていうか、そうそう、特にやっぱ今32とかさ、うんうんうん、とかやる、そうね、あのいわゆるこうロジック的なロジック的な、ね、ロジック的なシャカシャカンドラムの音もものすごい溢れちゃってさ、うんうんうん、形骸化しまくっちゃったじゃん、そう、ね、本質はなくなったっていうかさ、うんうんうん、なんかファッションでやるハイハットみたいなのにもうね、あれ鳴った瞬間にもうストップするもんかな、スキップしちゃうから、なんか初めにやった人とか、うん、オルタナティブな扱い方としてあれをやってる人にやっぱ結構衝撃的、衝撃を受けたじゃん 4,5 年前とか、うんうんうん、10年前とか、ただそれがなんかあのやっぱなんだろう商売っぽいところに取り込まれちゃうとなんかどうしても面白く思えないみたいな、大人が作り上げたビリー・アイリッシュみたいなの今後だったら絶対出てくるじゃん本人がやってるからすごいんだあいつは、そうそう、和製ビリー・アイリッシュみたいな大人が作ってた途端にそれビリー・アイリッシュじゃないんだよねみたいな話そういうのねめっちゃ起きるよね、そうそう、だから大人が作り上げた32部トラップみたいな、うんうん、和製32部トラップみたいなことが出始めるとやっぱちょっと僕は平気しちゃうし、そうだね、きついね、そうそう、でね、そういう音楽あるのはいいんだけどね、素晴らしい音楽だったら全然いいと思うけど、まあ、僕らのスタイルじゃないっていうことで、そうだね、そうそう、だからドラムの音数が少ないイコール、うん、何単純ではないっていうか、そうなんだよね、その少ない音でものすごい複雑にできるっていうことが、うん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 、のなんかすごい大志を抱いた作品がなんか第一歩として、うんうん、モーニングさんがあったなっていう、これがね聞かせてもらった印象だと、やっぱあのキックで複雑に 8B とかって言うとそうではないっていうかさ、ね、突然こう入りがもうタッんッタッタッツだからさんたんたじゃなくてっていう、うん、そうね、でも獣とかも割とそういうイメージ、ね、なんか全然あの友達だからとかこういう映っている建前だから、うん、あの褒めたりそういうことするわけじゃないけど割とやっぱ獣たちの名前とかのあのドゥンドゥンドゥン
ドゥ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 みたいなのはクソシンプルに、ああいうのはあれ面白いしなっていうのはずっと旗から録音してる最中思ってて見てたし、なんかそういうシンプルなところへビートパターンを結構派手派手に新しいアルバムとか X の次でしてくるかなとか思ってたところで、かなりストイックなあの反復しかしですねなったところは、うん、結構俺はあの個人的にすごく感化された部分だったし、気づいた部分もあったし、自分が最終的にあのどう削いでいくかっていう時に、うんうんうん、そういう削ぎ方をしたアルバムがあったから、ちょっと自分ではまたちょっと違う角度で、なんかジョン・レノンのソロの暗い曲がすごい好きなんだよね。ジョン・レノンの話してたね、君。そうそうそう、ずっとジョン・レノン